はい、じゃあ団長収録はラストです。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。音楽ですね。はい、ミュージック特集。変更して開けてくれてますね。あ、そうなんですね。じゃあ来てたんですね。さっき電話留守電入れて、はい、すいません来てないんですけど入ってもいいですかってだけ入れて、あ、そしたら来てたってことです、うん、ちょっと自分たちがもう喋ってたからっていう、はい、そのまま回してください。すいません、本当、テレビでしたね。はい、はい、いきますよ。撮ります。はい、スタート、スタート。皆さんこんにちは。3月25日、時刻は11時を回りました。山田みなみワンダフルワールド、担当はチャーリーウー山田みなみで、この後50分お送りします。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じっと見つめていると赤や黄色、緑などいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するよりその方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉もそんな風に直接的じゃなくても深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM 狙いからお送りしています山田みなみワンダフルワールド。この番組へのお便りは FM
fm-nirai.jp、 FM にらいのホームページからリクエストを検索し、山田みなみワンダフルワールド、または私ゴッホに描いてもらいたい山田みなみ宛てにお便りください。それでは番組の最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田みなみワンダフルワールド、ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時50分までお楽しみください。今日は3月の最終週ということで、恒例のミュージック特集をお届けしていきたいと思います。では私からいいですか。はい、もう紹介したい曲いっぱいあるんですよね。でも時間は限られてますからね、限られた時間の中で曲をなるべく流していきたいなと思っています。さあ、それでは私が最初に選んだ曲はこの曲です。リアーナのナンバーカラーです。それではお聴きください。リアーナで Hate That I Love You Featuring NIO。あ、昨日の水ですか。そうだ、不思議な。そうだ、炭酸水ですかこれ。綺麗、うん、な形で、うん、確かに。7000 Can you ever watch me。I need you。 あのガラス屋に置いてあった本覚えてる？え？元部のガラス屋に置いてあった本。本？うん。はい。それですか？大塚ねねの？ガラス工芸村ですか？うん。あー、なんとなく見た覚えがある。うん、これガラス屋でしたっけ。そうそうそう、青塚ねねさんこんなのも出すんだって思ったんだ、うん、よく沖縄来てますよね、うん、なんか目撃情報多い大塚ねね、うん、沖縄で大塚ねね見たっていう人多いですね、
い、星の矢、竹富島。与那国もあれだよね、行ってるよね、ロケで。あ、そうなんですね、うん、あのドクターコトーの診療所。あ、ドクターコトーっていつやってましたっけ。ドクターコトーは山田さんが中学、お、終わりますよ、中3、高1ぐらいだな。あ、そんな前か。お届けした曲はリアーナで Hate That I Love You Futuring Neo でした。リアーナ、まあ、スーパーディーバと言われているんですけれど、1988年生まれ、なんとバルバドス出身の女性シンガーソングライターなんです。バルバドスっていうのは西インドにある国です。で、まあシンガーソングライターでもあるんですけど、モデルでもあります。もうこの彼女の才能は16歳でもう開花されます。あの音楽プロデューサー、現在の音楽プロデューサーエヴァン・ロジャースさんという方がいるんですけれど、その方の案内でバルバドスからアメリカ合衆国に移りました。で、あの音楽活動をしていくんですけれど、そこでこういろいろとデモテープを事務所に送るわけですよ。で、あの送った中でリアーナのデモテープを聞いたJZ というラッパーがいます。音楽プロデューサー、ラッパーでもあり音楽プロデューサーでもある。で、あのデフジャムレコードっていう事務所の CEO でもあるんですよね。で、あのその JZ、 実際あ JZ の目に留まってデフジャムレコード、現在の事務所と契約を交わします。で、その後ですね、2005年にデビューアルバムを発表するんですが、もうデビューアルバムを発表して早くも、アメリカのビルボードチャートでトップ10入りを果たします。で、その後も次々と発売するアルバムがヒットしました。で、デビューから4年間音楽活動を行う中で、世界で何千万枚ものアルバムを売って、4年間でですよ、うん、短期集中型ですね、数々の賞を受賞してきました。もうリアーナっていう方の名前を聞かない日はないというぐらい、こう街中でもリアーナの曲が流れてたりとか、テレビでも紹介されたりとか。で、この4年間の功績でバルバドスの名誉文化大使というのも務めています。やっぱりこの方がヒットしたっていうのは、まずこの JZ という方の目に留まったことが大きいですね。この方ラッパー、実際にご自身も歌うので、こうリアーナとフューチャリングで歌を歌ったりとかもします。で、実際にこう一緒にデュエットフューチャリングして歌っている曲っていうのもたくさんありますし、この方がまたあのこの方のつながりでフューチャリングしている、それこそニーヨとか私が好きなジャスティン・ティンバレイクとかもいるんですけれど、その方とのフューチャリングした歌も出していて、またそれがヒットするんです。で、あのヒットした要因としては、まあこの JZ の目に留まったっていうことと、あと2005年にデビューしたんですけれど、その2005年っていうのはレゲエブーム真っ只中だったんですよ。で、あのみんなこうクラブに行くだとか、こうクラブミュージックが盛んだった年なんですけれど、まあリアーナの歌っていうのはこうクラブに行くと必ず流れているような曲で、この方の声であったりとか、あとフューチャリングする方とのこの波長っていうのが、ちょうどやっぱりクラブミュージックとしてこう良かったんでしょうね。それでこのレゲエブームにも乗って大ブレイクしたということなんです。で、あのブレイクしているだけではなくて、リアーナは2006年には世界の子どもを救うための基金、ビリーブファンデーションを設立しました。で、2008年にはエイズへの理解と知識を広げるためのキャンペーンに参加するなど、社会貢献活動にも積極的なんです。今回ご紹介した Hate That I Love You という曲なんですけれど、まあ、この曲の内容としては、まあ、あの君のこと
こんなに好きなんだよ、こうあのちょっとデュエット風にニーヨとのデュエットソングになってるんですけれど、君のことこんなに好きなんだよっていうと、その女の人も私もこんなに好きなんだよっていうのを永遠と言い合ってるような曲なんですよ。だからなんて言うんですかね、あのホームページ、Hate That I Love You を調べると、あの誰かのブログにはあれですね、バカップルの歌みたいなことも書かれていました。それぐらいなんかラブラブな曲なんですよ。おすすめでもありますね。リアーナの声がいいですからね。ちょっとあのチャーリーさんが好きって言ってたようなかすれたような声だけど力強いみたいな、まだしかも若いですからね。まだ20代なので、これからどんな曲を出していくのか、あとやっぱり年とともにこう歌い方とか曲調とかっていうのも変わっていくと思うんですよ。だからそういうところもなんかどういうふうにリアーナはどういう方向性になっていくのかなっていうのが個人的には楽しみです。ぜひ皆さんも聴いてください。お届けした曲はリアーナで Hate That I Love You Futuring Neo でした。続いて僕よろしいですか。はい、あ、提供もちょっと言っていいですか。はい、お願いします。はい、山田美奈美ワンダフルワールド。この番組はオリジナルプリントウェアマトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキハンズ、ブーランジェリーアテットの提供でお送りします。今日はですね、どんどん曲かけていきたいと思って、はい、先ほどのものとちょっとまたこれも、私がかけた曲ですか。はい、曲と、リアーナの曲。バカっぽいって言ったらなんだけど、はい、自分の、曲聴いてください。やたらナオミが出てきます。はい、ヘドバとダビデのナオミの夢。誰の歌ですか？ヘドバとダビデ。ヘドバとダビデ。へえ。ナオミは誰なんですか？おたげなら聞きますよ。うん、やたらこれナオミが出てきますよね。はい、これ自分の友達のナオミが自分の彼氏を奪うっていうことで、ずっとその友達のナオミを言い続けてるんですよ。ああ、復讐。へえ、怖いですね。そうなってくれるのよナオミみたいな。ああ。でもじゃあこれ男の人と女の人が歌ってるのにも意味があるってことですよね。そうそうそう、はい。ちょっと歌詞聞いててくださいね。
まあ、ナオミばっかりでもですよね。うん、ナオミナオミ。ナオミ病になりそうなぐらいナオミ。はい、まあ、それだけ友達に嫉妬するっていう。はあ。まあ、これは男ではないけど、女性側からしたら、うん、ある可能性はあるよね。あ、こういう自分の友達が自分の彼氏を奪うっていう。ああ、逆もあるけどね。自分が奪う、結果部奪っちゃったみたいな。奪われると。ああ、友達もいいって思ってるからやっぱりいい男なんだ。魅力的で。でもそういう方いますよね。人のもの、隣の芝は青く見える。青く見えてなんかいいな、手出しちゃうみたいな。いるよね。いますね。でも私が思うに、はい、そういう恋愛ってうまくいかない気がする。あ、奪ってしまって自分のものになる。うん、大きな確率でうまくいかないと思います。あ、うん、なるほどね。うん、なるほど。確かにね、まあ、あの、うまくいく人たちもいるかもしれないですけど、まあ、かもしれないかなっていう感じですね。うん、あの、僕の知ってるエピソードで、はい、双子の、うん、もうどちらか妹だったかな、うん、と10年間付き合っていて、うん、結局別れて、うん、お姉ちゃんと結婚したっていうパターンがあったんですけど。ああ、これなんかのドラマでもありませんでしたっけ。これ実際ね、うん、いる。10年付き合ってたんですよ。あ、10年か。中学の頃から、うん、10年付き合うってまず信じられないんだけど。あ、10年ってすごいよね。すごいと思います。結婚したらっていう、うん、思いますね。で、聞いたんだけどね、うんうん、10年間の間何か他に好きな人ができた、なんかできたんじゃないのって言ったら、いや、他の好きな人もできてはいたんだけど、うん、まあ、ダラダラっと10年、うん、最終的に決めるときになんかこういろいろあって。うわ、でも双子だからよく知ってるわけですよ。あ、でも仲いいですよ。へえ、姉妹。あ、そう、今でも。今でも。まあ、そういう関係を築けるなら、お互い了承であれば、うん、まあ、それは奪ったにはならないですよね。ならないかも。逆ださえにならないかもしれない、うん。ならないと思います。うん、でもこれ聞いたあの女性の友達が、はい、最低って言ってましたね。兄弟で最低みたいな。ああ。確かにね。まあ、どっちでもよかったってことですよね、男の人は。だって似てるんですよね。まあね、うん、似てるってね。似てるっちゃ似てるけどね、うん、きっとどっちでもよかったんだよ。まあね、どっちでもよかったかもしれないね。うん、そういうちょっと双子ってそういうちょっと大変ですね。大変ですね。うん、そこで悩んだこともあるでしょう。うん、うん、双子にしかわからない悩み。悩みね。うん、ちょっと憧れありますよね。憧れはありましたね、双子ね。うん、一人ね。うん、だって学校一緒だし、うん、みんなにもね、きっとチヤホヤされてるだろうし、ね、何かあれば妹かお姉ちゃんがついてるし、絶対、うん、味方がいるわけですよ、こんな近くに。自分の職場の知り合いにも子供が双子っているんですけど、うん、これがあるスポーツしてるんですよ、はい、で、2人ペア組んでるんですよ。へ、2人同じのが並ぶという。テニス。あ、バドミントン。あ、すごい。すごいですよね。うん、強いんですよ、さらに。あ、いいですね。強いけど、この同じ人たちが2人並んでるわけでしょ、うん、相手はもう何みたいな感じですで、これが一つは右利き、一つは左利きだったらもっと良かったねみたいな。あ、最強のパートナーだね。なるほどね。まあ、そこまで求めちゃダメですよ。おっと思うよね。おっ、うん、って思います、相手がね、うん。さあ、続いて、はい、はい、続いてご紹介する曲は、はい、これはイギリス出身のロックバンドを紹介したいと思います。ロックバンドなんですけど、はい、まあ、この今から紹介する曲はそんなロック感はないかな、うんうん、私ジャケット、このアルバム、この曲が入ってるジャケットの、はい、ジャケットも好きだし、うん、この人たちが歌ってる曲、うん、そんなにわからないんですけど、うん、これから紹介する曲は好きな曲ですね、この人たちの中でも、うん、あ、ロックバンドってあまり詳しくないんですけど、うん、なんかこう、この人たちの曲はスーッと入ってくるなと思ったので紹介します。ロックではないです、ロックバンドですけど。では皆さんも聞いてください。ご紹介します。コールドプレイでビバラビダ。
聞いたことありますか？ビバラビダ。ビバラビダ。ビバラビダ。あ、本当ですか、うん、ダンダンダランラン、なんかイギリスらしい歌ですよ、うん、イギリスの人たちが、うん、なんか愛国精神あふれるような、うん、なんか昔からのこのイギリスっていうかヨーロッパか、イギリスです。じゃあ次も自分イギリス行きましょうね。おお、はいはい、多分これ聞いたことある。民衆を導くか、なんだろう、30分、40分に、はい、風の回廊。うん。絞って曲紹介していいですか？はい。じゃあ絞りますよ。はい。はい。お届けしている曲はコールドプレイでビバラビーダです。コールドプレイというアーティストはですね、イギリス出身のロックバンドなんですけど、まあ、メンバー4人ですね。イギリスのアーティストって4人組多いなっていう感じもしますね。で、このコールドプレイはですね、メンバー4人ですね。で、1997年に結成されたんですけれど、このコールドプレイっていう名前の由来は、メンバーの1人にウィル・チャンピオンっていう方がいるんですけれど、このウィルが、学生の時頃に友人からもらったこのコールドプレイっていう、うん、コールドプレイっていう名前にしなよっていうふうに多分言われたんでしょうね、うん、でそこでコールドプレイにしたそうです。で、コールドプレイっていうのはフィリップ・ホーキーの詩のタイトルにちなんでいるということで、うん、まあ、詩のタイトルであるということなんです。で、2000年にデビューしましたアルバムパラシューツが世界的に大ヒットし、その翌々年販売のアルバム静寂の世界も爆発的なヒットを引き起こしました、まあ、ヒットをしました。で今回紹介したのは2008年の6月に発売されたアルバムビバラビダオアデスエンドオールフレンズというアルバムの中に入ってるんですけれど、まあ、日本語訳にすると美しき生命と日本では訳されているように
訳されているようです。でこのジャケットなんですけど、自由の女神がこう赤旗を持ってこう民衆を引っ張ってるっていうような絵なんですよ。でこの絵は西洋自由の女神、はい、で、自由の女神ですね、民衆を導く自由の女神で、はい、この絵はドラクロワっていう方の絵画なんですけれど、まあ、それがジャケットになってます。ビバラビーダビバラビーダビバラビーダってしょっちゅう言うけど一体何なんだってことなんですけれど、ビバラビーダっていうのは、ロングリーブライフ、英語に訳すると、で、まあ、いろんな言われ方があるんですけれど、まあ、一言で言うと人生万歳みたいな。で歌の内容もいいんですよ。物語調になっていて、まあ、この時代背景が、まあ、革命時代の王のお話、中世の頃のこうフランス革命とかいろいろありますよね、うんうん、その頃の、まあ、王の物語を書いたようなこう歌の流れになってるんですよ、歌詞自体は。でこう I used to rule the world で始まるんですけれど、ロールダワールドでこう世界を制覇していた王様ですよね。で、まあ、その王様の物語を書いていくんですけれど、世界を制覇していてもう自分には怖いものは何もなかったと。でもで、最初はみんなうわーって言って王様だ王様だって言うけれど、少し経つとみんな自分の前から去っていったみたいな。だからきっとこの王はもう見放されたのかでしょうね。でいろんなこの和訳で書かれていたんですけれど、その一つにはローマ法王に歯向かった王としてこの一人いたらしいんですけれど、まあなんかもしかしたらその人のことを書いてるのかなっていう説もあります。まあいろんな和訳があるので、コールドプレイに聞かないと分かんないんですけどね。だけどこのジャケット見たことあります。ありますよね、うん、そうそうそう、すごく印象的なジャケットなんですよ、うんうんうん、で歌自体は2008年このアルバムが発表された時に、うん、iPod の CM 曲として挿入曲として流れていたそうですね。うん、2008年に聴いてたっていう印象はないんですけれど、2008年何してたかなと言ったら、私就職したのがちょうど大学を卒業して就職したのが2008年だったので、まあ、学生から社会人へのこの切り替えの時期だったんだなと思って、まあ、そんな時に私は人生万歳、この歌を人生万歳と思ってたか分かんないですけどね、うんうん、もう何でもできると思ってたんじゃないですか、うんうんうん、頃人生万歳とビバラビダ、いい言葉ですよ ね、 いい言葉ね、はい、コールドプレイの、ビバラビダをお届けしました、まあ、イギリスを送ったんですが、うん、同じくイギリスのバンドでですね、うん、クイーン、あーいいですね、の、フェアウェイ、あフェイ、フェアレイ、あフライアウェイ、フライアウェイ、これ聞いたことない？あります、あります。ノエビアの化粧品の CM、 ノエビアでしたっけ、うん、なんか自家用専用機でこう飛んでいく、うん、ああ。クイーンもロックバンドですか？クイーンもね、4人だよ。ああ、ほら、イギリスですよね、うん、なんか4人、ビートルズも4人さね、うん、ビートルズはアメリカ？ビートルズはイギリスだよ。あ、イギリスですか、うん、ああ、なんだろう、イギリス、なんか4人、イギリスからアメリカに移ったけど、ああ、イギリスで成功したらもうアメリカでも間違いないでしょう。やっぱり、なんか出てくるのはアメリカだよね、うん、アーティストって日本に降りてくるのがアメリカなんじゃないですか、うん、やっぱり市場があるかもしれないね、うん、歌うし、多分に日本って絶対イギリスっていうよりはどっちかといったらアメリカに対して憧れとかあるから、うん、そこで流行ってるものを取り入れたいって思うんじゃないですか、うんうん、でも実際英語はイギリス
発祥だし、なんかイギリス人やたらプライド高いし、ああ、そう自だ分ね。たちの国に対して多分深い歴史があるから、そうだ誇りね。持ってるのもイギリスですよね。って考えたら、だってエリザベス女王、世界最古の君主でしょ、今生きて最高齢の。あの人のもんだからね、あのグレートブリテン、イングランドは。そっもともか。と、その王家が全部インドとか全部取ってたんだからね、独立する前は。すそうごですいね。権力でね。次書きますか、山さん。今日書きますよ。はい、かけます。じゃあ、下ろしますよ。はい。お届けした曲は、クイーンで、Fly Away。やばい。なんかしみじみとイギリスのアーティストっていいですね。なんだろなんかね、う。やっぱこう自分たちの国に誇りを持ってるんでしょうね。どっちかっていうとさ、アメリカってこのイチャイチャもんが多いでしょ。イチャイチャもん、歌的に。イチャイチャする、なんか私あなたのなんかちっちゃい交換って感じしない？そうかな。男女のなんかイチャイチャ感が多くない？ロックを聞いてないからかな。なんかイギリスってなんか広くなんか荒野とか自然とか空とかなんかそういう。そうですね。なんかさっきもそうですけど、こう自分たちの国の物語をこう歌としてこう作れるっていうのはいいですよね。こうやっぱ国の歴史を感じることもできますし、それだけやっぱ大好きなんだなっていうのも感じられますしね。ね、お届けした曲、クイーン、フライアウェイでした。続いて、山田さん。いきますか。今日いいですね。曲かかる。次は、さっきこのクイーンもイギリスから出てアメリカに進出したアーティストって言ってたんですけど、次ご紹介するアーティストも、そんなにもうみんなが知ってるというような有名な方ではないんですけど、同じく、オーストラリアで生まれてイギリスへ音楽活動をして、そこでヒットしてアメリカに移って、で、両方で活動しているっていう方です。紹介しますね。ナタリー・インブルーリアという方です。この歌聞いたことある方いるかな？私はよく聞くんですけどね。まず聞いてください。ナタリー・インブルーリアでトーン。あ、聞いたことある、これ。あります？このシーン。なんかの多分ここ歌。何かやってない？これ。何で流れてたんだろ何か慣れてるね。う。でも1998年に出た歌だから。何か慣れてる。36分。
いけますか。はいはい。お届けしている曲はナタリー・インブルーリアでトーンです。ナタリー・インブルーリアは1975年生まれのオーストラリアニューサウスウェールズ州出身の歌手でもあり、モデル、女優業をこなすアーティストです。イタリア人の父親、そしてオーストラリア人の母親を持ちます。幼少期はバレエを学んでいたということです。で、もともとは女優として活動をしていたんですけれど、オーストラリアでですね、ミュージシャンとして成功したいという気持ちがあり、イギリスへ移住しました。で、その後1998年に初のアルバム「レスト・オブ・ザ・ミドル」の、今流している曲「トーン」ですね。で、一躍有名になりました。で、その後イギリスをベースとした女性アーティストとして活動し、アメリカでも成功を収めます。なので、まあ、アメリカとイギリスを行ったり来たりをしているアーティストということですね。すごいですね。アメリカでもイギリスでも、活動ができるっていうのは、もうアメリカとイギリスを制覇したら世界を制したようなもんですよね。はい。で、トーンという曲はですね、トーン、引き裂かれたという意味なので、この曲の内容自体はハッピーエンドではないんですけれど、運命の相手に出会えた、もうハッピーハッピーと思ったら、実は彼はそんな人ではなかったと。で、こう、そうではなかったっていうことと、その引き裂かれてしまったこの私の気持ち、こうボロボロになった女性の心を歌った曲なんですね。ボロボロになるんだ。うん、ボロボロになっ、もう私の心はボロボロよみたいな感じで。そうなんだ。うん、あなたって最低みたいな。こんな人だったのみたいな。よっぽど期待裏切られた。そうですね、まあ、トーン、引き裂かれたと言ってるぐらいですからね。引き裂く、はい、そういう歌です。はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、これよく聞いてください、うん、どの言葉か、うん、どの外国の言葉か、はい、セシル・コルデ、アリエティ・ソング。聞いたことあります？いや、ないですね。これどこの言葉かわかります？日本語は入ってますよね。はい、これベトナム？オール日本語なんですよ。へえ、はい。聞いてくださいね、はい。オール日本語って聞いたら日本語に聞こえます。あ、本当だ。風上に感じてがベトナム語とかそんな系だと思ってました。なんかハスの花が咲いてそうな印象でしたけど、日本語だ。そう、日本語って言われて聞いたら日本語として聞くから、うん、耳が日本語として捉えて、うん、でも僕最初これ聞いた時に
どこの言葉だろうかなって。あ、実際あの ハープというあのハープシコートね、はい、でこうコードでやってるからとバイオリンでやってるから、うん、でこの女性がプロモーションビデオの女性は北欧の女性なんですよ。へえ。だからなんかノルウェーかあそこの言葉なのかなと思ったら、片言日本語が入ってきたので、はい、あ、日本語とノルウェーの言葉を混ぜて歌ってるんだと思ってたら、うんうん、よく聞いたら解説に日本語で全部出てて、その通り見てみたら日本語だったんですね。へえ、面白い。これあの一人暮らしのアリエッティっていう、ああ、仮暮らしの、仮暮らしですね。一人暮らし。一人暮らし。一人暮らしは物語変わりますね。これからあ、そうですね。私ですね。一人暮らしのカリエッティ。違う、仮暮らしのアリエッティです。仮暮らしのアリエッティ。はい。というね曲なんですが、はい、残り8分になりましたがお届けしました。ミュージック特集。はい、いかがでしたでしょうか。続いて山田めの風の回路。はい、今回ご紹介するのは。千葉なクララさんが、これは1年前かなに、あの沖縄タイムスに執筆をしていたんですけれど、その時の記事を私は大切に取っていて、一度ワンダフルワールドでも紹介したんですけれど、あ、覚えてますか。それをもう一度ご紹介したいと思います。イチャリバクララ、故郷の土の色。先日、左官職人の挾戸秀平さんにお会いする機会があった。彼は左官の伝統的な仕事だけではなく、これまでの壁という概念を覆す作品を作っている。世界中の土を求め、新しい作風に取り組むその姿勢には、破壊力と情熱がある。彼がふとこう言った。沖縄の土は本当に素晴らしいね。確かに、沖縄はやちむんも盛んで、今は本土でも人気だ。どのようなところが？と聞いた私に、挾戸さんはにやりとして、あの真っ赤な色だよ、と言った。土地によって土の色は全く違うそうだ。沖縄のそれには、本土のわびさびとは違った独特な明るさがある。彼はまっすぐ私を見て、俺大好きなんだよ、と叫んだ。土のスペシャリストに故郷を褒められて、なんだか嬉しくなった。別に私を褒めてくれているわけじゃないのに。ふとアフリカで見た光景を思い出した。ザンビアの赤土、向こうに見える緑の森、そして裸足の黒い肌。女性の体に巻きついているのは、原色を何色も使った鮮やかな色彩の布。太陽に照らされて、そのコントラストは素晴らしく美しかった。その土地に似合う色がある。初めて感じた感動だった。そういえば、私の記憶の中にもある。運動場の赤い土、道端に咲く、赤花やエイサーの 紫と黄色の衣装。ふと天を仰げば、ヤシの木と青い空、青い海。何気なく目にして育ったけれど、それはどれも沖縄の色なのだ。それは私を育み、今も体に溶け込んでいる。私事だが、今年から演技への挑戦が始まった。これはもう大海原への大航海。新しいことに挑戦するというのは、大人になっても心臓が破裂しそうなくらい不安で緊張するものの、緊張するもの。でも、あの真っ赤な、他のどの土地にもない美しい色をした沖縄の土が私を育んでくれたのだから、私自身もきっと素敵な色をしているに違いない。だから、いつでも私らしくいることがまずは大事なんだって。そう思えたら、なんだか勇気が湧いてきた。赤花のように鮮やかに、沖縄の太陽のようにおおらかにハッピーに。新しい道を進み、ドキドキの挑戦を私らしく乗り切っていくぞ。
成長と前進あるのみ。よし、気合い入りました。千葉なクララのイチャリバクララから故郷の土の色を紹介しました。さあ、それではここで皆さんにご報告ですが、山田みなみワンダフルワールド、なんと今回が最後の放送となります。あの2014年の放送から、まあ、約3年間支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。なんかもう思い返せば、いろんなメール、地域のこういうことしてるよっていうメールであったりとか、まあなんか愚痴、女性の愚痴のメールであったりとかね、あの北部のこのこういう様子だよとか、あと読谷村今こんな感じですよっていういろんなメールをいただいて、本当にあのそれを読んで、またそのメールを書いてくれた方とこうやってマイクを通しておしゃべりできるっていうことがすごく楽しかったです。で、私はずっとやりたかったと思っていた客室乗務員として、2月からですね、訓練をしているので、今このラジオが流れている時はもうあれですね、訓練の真っ只中という感じなんですけれど、ぜひあの飛行機の中で私とはお会いしましょう。で、今後も山田みなみツイッターとか、あとフェイスブックもアップしますし、ブログも作っていきたいと思ってますので、お別れではありません。これから一緒にまたね、いろいろと情報交換をして頑張っていきましょう。お互い頑張っていきましょう。さあ、それでは山田みなみワンダフルワールド、ここまで、聞いてくださってありがとうございました。チャーリーさん大丈夫ですか、お時間。はい、それではエンディングいきたいと思います。席89度15分 50.8 秒、これが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中では小さな星でも、地球にとっては大切な星。動くことのない道しるべ。北半球、どこにいてもポラリスを見ればそれは北。位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られたとき、壁にぶつかったとき、心の中で迷う。そんなとき、何が道しるべになるだろう。光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きてゆく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では一日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM 二来からお届けしました山田みなみワンダフルワールド。この番組はオリジナルプリントウェア、マトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキハンズ、ブーランジェリーアテッドの提供でお送りしました。それでは皆さん、どこかで会いましょう。さようなら。もっと世界へ南。入ったかな。最初の最初を切る、最初を20秒ぐらい切るので。あ、じゃあ20秒もオーバーしてたんですね。15秒ぐらい。あ、そんなにオーバーしたか。3月25日だよね、これ。はい。3月25日に配信してくださいね、ちゃんと。はい、それより前になったら、みたいな。大変なことに。大変なこった、みたいな。あ、いい終わり方だな。ギリギリでしたけどね。いい感じだな。まあ、いつもこんな調子ですからね。いいメッセージ言ってもらった。明日もそんな感じでしょうね、うん、いいね。山田さん、はい。この貯金箱あげるからさ、うん、毎月1000円ずつ、うん、貯めて自分に返して。あ、わかりました。1年経ったら1年経ったら12000円。そう、約35年ぐらい。あ、ユースト入ってますよ。あ、こっちは